おしゃべり会ありがとう最後不具合になって終わってしまったちょっと問い合わせしといてもらってもいいですかごめんなさいねお星さまありがとうございます今日はオンラインおしゃべり会でしたリップ塗り直そうと思ってリップ持ってきたけど必要ないぐらい赤かった 鼻水服かわいいありがとう今日でこれは今日はって今日のこれはこの間やひと稲子とさらと夢の国行った時に着た服真っ白月景でした今日は 小判ありがとうございます。本当に眠たくて今日帰ってきてなんかなんかコンビニに寄って帰ってきたんですけどなんか歩きながら寝た寝ながら帰ってきた。 なんか目に入ってきちゃってちょっとちょっと固めてくるねよいしょ 突然の離席をお許しください今日は花が詰まる今日は前髪パツンの日でしたパツンっていうか分け目の足の日神ありがとうございますそう、個人的に結構ニュースがあって キラキラとクマのサイリウムとラブはありがとうございますなんかこの間ちょっと大事なお仕事の日に私ってアイドル前髪と分け目なし前髪どっちの方がいいと思いますかってアンケートをメールで取ったんですけど「神ありがとうございます」したらなんかびっくりするぐらいめちゃめちゃ返信いただいて。 なん,かなんか明けおめよりも頂い,いて <laughs> 年明け年末年始とかよりも多くて。でしかも結果がねもう9.5対0.5ぐらいで分け目の「し前髪」だったんです。 びっくりじゃないこの結果でも私はなんかサヤにその晩めっちゃ急いでてもう決めなきゃいけないぐらいの時にメール送ったんですけど <laughs> でも本当に申し訳ないんだけどサーヤに「えどっちがいいと思う?」って言って「うーんうちは分けてる方」って言われて分けてる方にしてでもみんななんかあんまり変化を好まないかなと思ってみんなも。 アイドル前髪かなって思ってメールの編集見たらほぼ全員こっち派で本当に申し訳なかった本当に申し訳なかった本当にほ当にほぼ全員こっちだったこれだったラブありがとうございますみんな違いが分かるんですねなんか大して変わんないよって言われるかと思ってたの すっごいそういう意見が多いかなって思って「大して変わんないよ」とは言わないけど「いやどっちもいいよ」みたいなのばかりだと思っていたらすごく皆さんが <laughs> 私のことを理解してくださってたそうやって言われるのが一番わからん私分析してみたんですなんか 黒髪だった時は分け目ある方が似合ってたんですよ黒髪っていうか染めてなかった時髪の毛をでも髪の毛染めてからなんか髪の毛染める前にこうなんかちょっと薄い前髪作るとなんかこれじゃない感がすごくてそれなんでだろうって思ってたんですけどなんかちょっとちょっと一昔前みたいな。 なんか昭和チックみたいな、まあ、それはそれですごく素敵な良さがあるんですけどあんかもう令和のアイドル一緒には合わなくてで私はたどりついたんです黒髪だとなんかこう新人感フレッシュ感があっていいけど重たい前髪で三角ゾーン作るの。 だけど染めてからあんまりしっくりこなくてなんかだ染めてからこうやって前髪薄くするようになったんだけどすごくいい感じ昨日切ったんだ前髪薄く薄パッツも作りやすいように。 むぎょやむすぎて目が半分しか開かないむぎょまつげうまくない右がうまくいったほらこのめっちゃ束束束 あとね、右の下まつげがめっちゃ綺麗なんです見えないかなほら右の下まつげが綺麗あと今日はね 目の色がね、初めてつけたやつなんだけどいつもと違うなって思いましたか画面越しだからあんまりわからないかな夢はすごく違和感。 ライトつけた方が分かりやすくないなんか目かゆいいつもよりねグレーなんです今日の目でもすごい乾燥するキラキラありがとうございます 今日絶対インブレイトつけるべきだったね今日は30分ぐらい配信します神ありがとうございますね見てください昨日ね 動物園に行った時に私はまた懲りずに0 0 0円くじを回してきたんですそしたらそしたらなんとなんと4等でしたちなみにちなみに4頭が一番下のランクです 特徴2頭3頭4頭があってなんかサイズがそれに応じて大きくなったり小さくなったりなんですけど一番ミニサイズでした <laughs> でねそうあのね新種が増えててなんかモモンガとなんカメが増えててそうモモンガとカメとペンギンがあったんだけどモモンガにしちゃった 可愛くないでもさしたらさなんか「私も回したい」みたいな。でもえちゃんも一緒に回したんだけどもえちゃんも4頭だったの。そしたらチカナが最初はね「私はまあでもこれ買うからいいかな」みたいな私は牛乳せんべい買うから9時いいかな」って言ってたんだけどもえちゃんが「私も回したい」って言ってえ「じゃあ私も回さなきゃ」みたいな使命感感じて一番最後に回したんですチカナが。したら3頭だったのチカナは。 今より一回り大きいモモンが持って帰ってたいいな夢が一番欲しかったのにだからちょっと特徴出た方いたら交換しようなんかファミリーが増えましたすごい四カ父関係になっちゃうわ すごい、泥沼 <laughs> 尊いありがとうございます結婚してと可愛いありがとうございます <laughs> 肩に乗せてると何しかみたい確かに <laughs> 確かにあのきなんだっけリスリスザルじゃなくてあれだよね すごい組体操みたいこれ見張りの先生あキツリスそれだもっといい動き方があるよねみんなで同じ方向を目指す <laughs> みんなで同じ夢を追うみたいなスタイル えこれ絶対い,いと思うおおかわいいちょっともうちょっとここのさヘりが大きかったんだけどここ15セン十15センチもなくていいねありがとうございますエサパンダエサパンダうんエサパンダあいたちょっとこうやってやたいんだけど 足りない長さが。あでもいける。あ行けた。かわいい。いい。いいね。ああああ！投開。カツオってこっちも吹くことできるんだ。 ちょ,ちょっとレッサーパンダが一癖ありまして尻尾が尻尾が長いもんでね乗らないんですわあ来たおいいねかわいいかわいいかわいいえ見てめっちゃなんかでもさなんか命狙われてそうじゃない私 すごい絶対多分,10分後に死ぬつまつま見て確かにこれすっごい見てくるすごいめっちゃ視線感じるよね <laughs> じゃ一回このスタイルでいってみよう一回。 おもろいな肩のり肩のりっぽくない言ってた結婚してありがとうございます熊マのサイもありがとうございます <laughs> ちょっとギャラに気になるな すごい視線感じるねあ待って本当に寝たいかもしれない神ありがとうございますお星さまありがとうございます昨日あれからねネイルをやってもらったの神ありがとうございます見て動物園ネイルから 変わりました変わったっていうかパーツつけてもらっためっちゃかわいくないキラキラありがとうございます今回は動物園ネイルをベースにおまかせでやったのそしたらこんなかわいいのになったかわいいいいねありがとうございますキラキラもありがとうございます神ありがとうございますこっちはマグネットネイルっていうんだけど なんかマグネットで光を集めてやるやつなんですけど可愛い,いありがとうございます左右全然違う感じにしてもらったこれも可愛くないパーツつや可愛い,いありがとうございますいやつやつやってコメント読んでさつやつやありがとうございますって言われちょっといいねありがとうございます青にいつもさネイル変えたって言って店に行くとさ これいくらって言うんですよいつも無料だよって可愛い,い,いありがとうございますこれ無料なのおかしいよね一万円ぐらいしそう多分パーツ代込みで一万プラス税ハートありがとうございます親指のパーツ衝撃で作ったです私もそう思って びっくりするぐらい埋め込んだんです。びくともしない。ここ見て、えここね見て、これ本当はここが浮いてるんですよ。わかる？ここ普通に浮いてるじゃないですか。私は割と湾曲型なんですけど、爪が。そこの隙間を全部埋めてるの。見える？ここちょっとこうやってこうやってる出てる。 <laughs> 誰もありがとうううございますそめうえこれねもうね引っかかりそうだと思うじゃん全然もうツるンみたいなすごくないツるンっていく引っかからない。 だからもし取れるとしたら多分地図根ごと行くかわいいしかも今ほぼ昨日意識なくて夜やってもらったんだけどなんかもう眠すぎてずっとぼーっとしてたらいつの間にかこうなって初見の方ありがとうございました。 やばい寝めたい今日さ真っ白なスカートを履いてたのそしたらさお昼ご飯がカレーライスだったんですよそんなのさもうフラグに決まってるじゃないですかででもイメはまあ気づかなかったことにしてたんですけどそしたら青と一緒に食べてたんだけどさ青がさ「イメスでこうしたら終わるね」って言われたの。 したらそんなこと言わないでよって言ってその5分後にこぼしましたしっかりこぼしてしたら青がめっちゃ迅速な対応でめっちゃもうティッシュとウエッティ取りに走ってくれて事なきを得ました本当に何もなかったかのようにこないださ青がさ青がパスタのソーストマトソースこぼしちゃって。 お洋服に私が取ってあげたんですよ。私数年前からダイソーの染み抜きを愛用してるんですけどそれでもうなかったことにみたいなしたらその時の恩があったらしくて <laughs> 今日は私のために走ってくれました。 ねえカレーだけは本当にこぼしちゃいけないしかも白は白でも本当に白なのこれここにこぼした本当に終わったと思ったけどなかったことになった本当に跡形もなく消えた やばい眠たい本当に眠たいどうしようあー眠たいよ眠たいよーだから今日はティッシュ3枚を太ももの上に置いてレストランスタイルで食べました 教えて締め抜きの巧みが多いよそうなんだよね玲ナも持ってた同じシミ抜きで夢がさ「えそれそれ夢がおすすめしたんだっけ?」みたいな夢割とすぐ人におすすめしたがるっかりだからなんかその染み抜きも何人かにおすすめしてるんだけど「えそれ夢がおすすめしたやつ?」みたいな聞いたえ違うこれママが買ってきたんだよね」<laughs> レーナいもすぐこぼすからママが買ってきたんだよね」 神といいねありがとうございます私本当に申し訳ないことがあってジョヤマ動物園で去年一昨年の冬に行った時に 一昨年の春だ春に行った時にすごく寒かったんですけど暖かいいいココアをたただいたんですよそしたらあろうことか私はもうぶちまけたんですね衣装というか動物園の制服っていうかいつもズボンとトレーナーを貸していただくんですけど グレーの明るいグレーのズボンにココアをもうドバッとかけてしまってしかももう出なきゃいけない10分前とかでもうどうしようどうしようみたいになって慌てててててコートで隠してしてましままた覚えてますかいまだにそのその跡 <laughs> がまだ残ってる <laughs>。 神ありがとうございます本当にそれ履きながら履くたびに申し訳ないなって思う。昨日も申し訳ないなって思いながら履いた。 さ一番終わったって思ったのが食べ物ならまだ初期用洗剤とかでなんとかかかででなななんるじゃないですかだけどお化粧品ってなかなか一度ついてしまったらなかなか落ちないんですよリップとかアイラインとかサイリウムありがとうございますでシロップリーツの衣装まみむめもできてる衣装を。 マミメモの時に私は衣装を着ながらリップ塗ろうとしたんですよそしたらポタッて落ちてなんか口紅系なんて言うんだろうこういうさこういう形のこういう感じじゃなくてなんかさよくさこうやってさここに液体が入っててさこうやってやってさこうしごいてトントントンみたいな。 する形のリップあるじゃないですかまテ、あ、ィントって調べていただけたら多分これかってなると思うんですけど私はやらかせてしまってしかも結構急いでたんですよもう本番五分前とかでラブありがとうございますでも本当にもう,もう土下座しながら衣装室入って本当ごめんなさいみたいな 本当に申し訳なかったしかもさあんまり素人がさそういう大事な衣装にこう無理やりこう落とそうとしても逆国家だったりするかもしれないじゃないですか。でもね NGT の衣装さんってありえないぐらい優しいんですよ。 いつ怒るのって思うぐらい優しくて。本当に怒られなかった <laughs>。本当の中でも逆に。でもさ、本当にさ、怒られない方が申し訳なさって湧くんですね。もう本当に、いまだに申し訳ない。いまだに、もう、お金払いたい。手 <laughs> ごめんなさいって言いながら入った。あ、いいよ、気をつけてねみたいな。すっごい申し訳ない。 本当に優しいんですよね。あの、なんか信じられないぐらい。聞いたことあるもん。なんか、人生で切れたことってありますかみたいな。あるよーって言われたけど。<laughs> 本当に真面目に聞いた。その日じゃないけど。<laughs> 本当にあまりも優しいから。切れたことってありますか人に、人に怒ったことありますかって聞いて。あれに決まってるじゃないって言われたけど。 見たことない。<laughs> 初見の方、ありがとうございます。そう、なんか、いつもは。メンバーのこと、苗字で、さん付けで呼んでくださるんですけど、坂部さんとか。だけど、この間ね。ゆめちゃんって呼ばれたんですよ。私、全然気づかなかったんだけど、全然。 なんか突然名前呼びになったことに気付かなかったんだけどしたらその日の公演終わりに「今日ね初めてゆめちゃんのこと名前で呼んじゃったんだけど」みたいな「気付いた?」って言われてかかった <laughs> 可愛くない <laughs> すごいウキウキで「みんなのこと今日ね今日から名前で呼んじゃったの」しかもこの間の公演 今日からみんなのこと名前で呼んじゃおうみたいな。可 <laughs> 愛い,い。いいねありがとうございます。そうメンバーの卒業もうめちゃめちゃ悲しんでくださるスタッフさんでなんか。 稲子が卒業してた時も「もう卯子ちゃん早いよ!」みたいな「なんで卒業すんのよ!」ってずっと言ってた本当に可愛い,いそうちょっと あのね、発表のちょっと前に発表する日のちょっと前に石尾さんに伝えててユナコが自分から「この日卒業発表します」みたいなちょっとその日からずっと悲しんでてユナコに会うために「ユナコちゃん!」本当にするの?」まだ間に合うわよ!」って言ってか愛かった「可愛い,いと「ラブレーターありがとうございますみんなのこと娘だと思ってください 可愛いお <laughs> 星様、まありがとうございます。もうあとご飯くらいだ。 眠すぎる <laughs> ごめんなさいこんな本当はそう眠いとかさ言,っては言わない方がいいって分かってるんですけどてか言っちゃダメって分かってるんですけど本当に眠くてごめんなさい本当に眠たいんです。<laughs> <笑><笑>本当に眠ったそうな人の態度で受ける。 なフフ何もくないのみんな夢さあ 7時間睡眠でさ生きてる人って本当にすごいと思う私だからさ本当ににんかほ他の人の人生より1年分ぐらいベッドで過ごす時間長いと思う「だるまとハートありがとうございました」 もっと起きてみたい気持ちはあるんですけどちょっと私には向いていないんですねいいなショートスリーパーになりたい今日は早く寝たいなちょっと夜配信はこれだけなんですけどこれだけっていうか今日の配信は。 これで終わるんですけどすいません今日は夜は配信しませんはい。 ねこんな風にめのありがとう、ありがとうございますまた来週もおしゃべり会よろしくお願いします今日も楽しいおしゃべり会でございました本当に私最近そう 思うんですよね結婚してありがとうございますなんか本当にさ本当にさなんか最近つくづく感じるんですけどなんか劇場公演とかなんか私からしたらさもうなんか そういう意味じゃないけどさなんかもう日常の一部じゃないですかお星様ありがとうございます劇場公演もそういうおしゃべり会もお仕事の日常の一部なんですけど初見の方ありがとうございますだからなんかルーティーンみたいなのに。 入ってるけどなんか皆さんからしたらなんかなんだろうそこに何て言うんですかね「その日が特別」みたいな「神ありがとうございます」そんなこと言ったらさ「ゆいちゃんはその日特別だと思ってくれてないの?」みたいな思われるけどう「お疲れありがとうございます」 ななんか変な話日常の一部じゃないですかだから何かねそうやって特別な日って思ってくださる方がいらっしゃるから私も,そのその私もその私もそこ特別な日になるし。 キキラありがとうございます。ってことはさもうなんかこっちからしてみればさ毎回特別な日になったらほぼ毎日特別な日になっちゃうじゃないですか。すごくないなんか <laughs> すごくないなんかねいっぱい。 たくさんやってる劇場公演でもさもう月に1回とか半年に1回とか1年に1回とかもう人生で1回しかみたいな今日が最初で最後ですみたいな方もいらっしゃるじゃないですかきっと中には。なんかねそういう方たちが。 もともとなんか幸せな,な気持ちを味わってもらえるような活動をしたいなって思いました改めて。 瀬戸さんの藤あっ言っちゃったっとととっこうう花束あありりががもございますなんかそういう気持ちが届けられたらなって思うんですけどそう私すごく思うのがなんかなんかさメールとかで「公演終わりにさ公演ありがとうございました」これ楽しかった」って書くじゃないですか。 でもそれ毎回同じこと書いててさ本当にこれ伝わってるかなって思うんですけどでもさそれ以上にさんそれ以上にそんで適切な言葉がそれなんですけど「公演ありがとう今日も楽しかった」一番もう最適なんですけどでもそれ毎回同じこと言ってるじゃないですか。 私それが何か申し訳ないなって最近思い始めてちょっと私ごめんなさいこれ多分眠いからこんなことつらつら言ってるんですけどお星様ありがとうございますなんか本当になんか毎回毎回本当にそう思ってるんですけど伝わってるのかなって思って <laughs> 伝わってたらいいなって思うんですけどなんかなんかさ公演に来てくださった方とかま DMM でご覧くださった方とかがこうなんか返信でさ今日すごい楽しかったみたいな見に来てよかったみたいな幸せだったみたいな言ってくださるじゃないですかそういうことにそういう気持ちに100%の 言葉で返したいんだけど、でも毎回一緒になっちゃうですよね <laughs>。だから間違い,ないです。私は百パーセントなんですけど、百二十パーセントなんですけど、ゆめちゃんもそうだよ。 <laughs> って思って最近毎回なんか毎回なんか違うこと書けたらいいけど「神ありがとうございます」。 でも結局なんか感情が高ぶってる時ってさなんか言葉もなんかもう普段使うようなありきたりな言葉しか出てこないし結局そう楽しかったありがとう <laughs> っちゃうんですよね <laughs> 初見の方ありがとうございます。<laughs> 別にに本当に 誰かに何か言われたとかじゃなくて最近自分の中で思ってることだから心配はしないでください <laughs> だから公演終わりにの気持ち公演終わりの気持ちをもし皆さんが。 今日も公演人生で一番楽しかったみたいな思ってくださってたら「あゆめちゃんもこれおお俺と同じ気持ちだぜ」みたいな思ってく,ください。<笑><笑>いや何もマジで何もないんですけど本当に本気で何もないんですけど。 最近なんか自分になんかね不快なさを感じただからそれこそ今日のおしゃべり会もそうだけどねなんか 私が思っていることがみんなにも私の私のメールの感情嬉しい感情は150%ぐらい拡大して読み込んでくださいそれぐらいが多分ちょうどいいありがとうありがとうございます 尊いありがとうございます。だからまあ、要は何が言いたいかって言うと、今日のおしゃべり会、とっても楽しかったです。この間の公演も楽しかったです。先週のおしゃべり会も楽しかったです。昨日のイベントも楽しかったです。<laughs> ハートありがとうございます文字拡大して読みますそうじゃない違う違うとっといありがとうございますということで 五時過ぎてしまったんですけど、そろそろ終わりにしたいと思います。A さんにでも印刷しますけど、うすんのよ。それたぶん私一年にメール千通ぐらいいくけど、月に届くんじゃない？そんな <laughs> お疲れありがとうございます。 それではランキングを読ませていただきます行きます十三位てっちさんありがとうまた見てね十二位たむひろさんありがとうまた見てねあこれちょっと十二位チューバーさんありがとうまた見てね十一位しんごさんありがとうまた見てね 10位、ビッグラブ子さん、ありがとう、また見てね。9位、クニさん、ありがとう、また見てね。8位、マキアートさん、ありがとう、また見てね。7位、マコちゃんさん、ありがとう、また見てね。6位、珍しいファントムさん、ありがとう、また見てね。5位、なんちゃんさん、ありがとう、また見てね。4位、あ、4位、めちゃ。 3位ユキアトマック OGT48 さんありがとうございますユキアトマクまた見てねー2位大関さんありがとうまた見てねーそして1位みまみさんありがとうまた見てねーということで少し短めになりましたがありがとうございましたちょっと眠たくてもうあのこれで以上。 早くしゃべれない <laughs> あでも安心してくださいおしゃべり会は1ミリも眠たくなかったので安心してくださいそれではおやすみなさい <laughs> まだ寝ないけどそれではバイバーイいい夢見てねー